モバイルハイビジョン CAM ウーウー形はワンセグを搭載しており、なおかつメインディスプレイに UKL および i p s a 晶が使われている日立製作所製の KDDI および沖縄セルラー電話向けの携帯電話の相性である。日立製作所製携帯電話で初めてワンセグを搭載した機種は W41A1 で、当時としてはハイスペックな機種だった。 2007年10月16日に発表された au ブランドの w53h に初めてウー形態の愛称名が付けられた。これは日立製携帯電話では初めてメインディスプレイに UKL が採用された端末である。この後の w61h にはウー形態の愛称が付けられていないが w62h ではこの愛称が付けられた。また、 W62H ではニューウェイ、オープンスタイルとなり、重要両方に開くことができる、KCP、Bluetooth を搭載した。また、W52H と W61H は、ウーの高画質映像技術を利用した、Picture Master 4モバイルを搭載しているが、メインディスプレイが液晶のためか、ウー形態の相性名はない。また、W52H は、 地上デジタルラジオにも対応している。すべて AU ブランドの機種 H001 モバイルハイビジョン CAM のみ。ありがとうございます。